はい、どうも、ゆうです。今回はですね、タッグバトル勝率を上げるコツ、夕方の海辺ステージ編ということでやっていきたいなと思います。タッグバトルを簡単に説明しますと、2対2で2つの旗を取り合うゲームとなっております。で、このチャレンジバトルの肝がですね、まあ、味方のキャラですね、自分が仮に持ってないキャラだとしても味方が持ってきているキャラであれば使えるっていうのが肝となっております。で、そのタッグバトルなんですけど、今回この夕方の海辺ステージでの勝率を上げるコツをご紹介していきたいと思います。では、早速説明していきます。勝率を上げるコツなんですけど、このステージは開始20秒で試合の流れが決まります。で、立ち回り方としましては、この3つを意識していけば勝率が上がります。まず1つ目が、初手は自分の最強キャラで出陣した方がいいです。特に赤犬とロジャーみたいな戦ってる最中に攻撃力が上がるキャラですね、これは最初に出した方がいいです。まあ、詳しい理由は試合を見ながらご説明していきます。で、2つ目が、相手の一陣に先制攻撃をしましょう。この先制攻撃を仕掛けるのは2人のうち火力が高い方ですね、そちらが、先制攻撃を仕掛けるのがベストです。で、3つ目が、2人同時にやられないことです。まあ、これ当然といえば当然なんですけど、2人同時にやられてしまうと、もうフィールド上全くの無防備になってしまうので、まあ、相手に好き勝手されてしまいます。で、試合は5試合分解説するんですけど、今言ったこの3つの立ち回りですね、こちらを意識して見ていってください。で、最後の試合はこれ以上ないっていうぐらいの最速勝利試合となっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは試合の方入っていきます。はい、それでは1戦目やっていきます。まず最初になんですけど、ここの相手の一陣ですね、こうやって相手がゲッターでも間に合います。で、オープニングで紹介した3つの立ち回りですね、この試合はこの3つの立ち回りが顕著に出てて、相手さん赤犬とロジャーのレベル100がいたんですけど、初手で出してこなかったです。なぜ赤犬とロジャーを最初に出した方がいいのかというと、先ほどのようにたとえ相手がゲッターでも一陣に間に合ってしまうので、高火力のスキルを相手に叩き込めます。で、初手で最強キャラを出してこないと、こうやってもう時すでに遅しっていう状態になります。まあ、これはまあやられてしまうんですけど、まあ結果的には勝ちましたね。ありがとうございます。はい、それでは2試合目やっていきます。この試合は相手への先制攻撃が失敗したバージョンですね。こうやって相手のチームワークがうまくて、失敗してしまいました。まあ、ただこちらも一陣は取れたので、まあ、試合の流れ的には五分五分、まあ、僕が最初にスキルを食らったのでちょっと不利な状況かなって感じですね。で、開始20秒経って、まあほぼ五分っていう状態だったので、ここからは純粋に勝負となります。で、赤犬にとって苦手なドフィーは味方に任せて、僕は赤犬を撃破ですね。で、このマグマグ状態があるうちに相手のドフィーを挟み撃ちしたかったんですが、ちょっと味方がやられてしまいます。この犬神グレンもよく相手さん見てましたね。かなりうまいですね、相手さん。で、2つともスキルがなくなったので、スキルを貯めるのと、まあ、旗ゲージもついでに貯めていきます。で、ドフィーが向かってきたのでちょっと距離を置いたんですけど、これ当たってしまいます。で、ドフィーとは距離を詰めたいので、相手の一陣に行くと見せかけて旗を握らせます。で、そのうちに近づきます。で、ここで回避使ったので、流星かなですね。これで、まあ、あと一撃で倒せますね。はい、ドフィー倒せました。まあ、この間に相手の一陣を味方が取ってくれてたので、守りに入ります。まあ、この犬神グレンは相手の無敵が終わってなかったので効かなかったですね。で、コビーが裏に行きそうだったので、こちらの対処をします。っていうか、ウソップで赤犬から旗を取ってこう守りきるってすごすぎますね。はい、ありがとうございます。はい、では3戦目やっていきます。
こちらもですね、オープニングで言った3つの立ち回りを意識して見ていってほしいです。まず先制攻撃ですね。やっぱり無条件で一陣を取るのは結構危ないですね。でカムサリを誘ってたんですけど、なかなか打ってこなかったので倒しに向かいます。カムサリ味方の方に打っちゃいましたね。で、回避したので流星火山ですね。正直黒ひげも巻き込めたのはラッキーですね。で相手の一陣も取ってしまいます。で味方がロジャーをもう倒してくれたので、ここの旗を守れば勝ちですね。で相手さん次赤犬で出てくるんですけど、この赤犬レベル100だったんですよね。時すでに遅しっていうのもあるんですけど、こっちの赤犬はもうだいぶ攻撃力上がってるんで、やっぱりステータスに下がるとやっぱきついですよね。それがやっぱり先に出した方がいい理由になりますね。はい、ありがとうございました。はい、それでは4戦目やっていきます。こちらの試合もですね、相手の一陣への先制攻撃、失敗します。こうやってすぐ逃げらないのはやっぱりいいですね。こういう時は素直に守りに入った方がいいですね。こっちの旗抜かれたので、倒します。でレイリーがこちらの一陣に向かってきたので、相手側の旗を取っちゃいます。で旗の数は互角なんですけど、相手を1人倒せたっていうことで試合の流れ的にはこちらに寄ってきてます。ロジャーは赤犬だと全然怖くないので、このまま倒していきます。で味方が相手のレイリーも倒してくれたので、2旗目も抜けそうですね。で相手さん2体同時にやられてしまったので、完全に無防備になりましたね。この状態から取り返していくのはきつそうですね。で味方がやられたのでおでんを相手しに行きます。で相手のティーチが旗を取るのをやめてこちらにフォローしに来たのが、ちょっと運が良かったですね。味方が相手のティーチを引き止めてくれて、僕は、おでんをちゃんと KO していきます。開始20秒で試合の流れをこちらに持ってくると、こうやって有利に進めれます。はい、それでは最後の試合を見ていきます。こちらは最速勝利試合ですね。この最速勝利のやり方なんですけど、味方に必ず1体はおでんが必要ですね。でおでんはガンもどきで相手の一陣に向かって、相手が旗を取ろうとしたところに桃源とつかで突っ込んでいきます。で相手をエリア外に吹っ飛ばせたら旗をそのまま取って、あとは2つの旗を守るだけですね。ちなみに5試合ともこのタッグの味方ですね、同じ人間だったんですけど、こちら僕の同盟のリーダーになります。めちゃくちゃうまいんですよね。はい、驚異の34秒です。リーダーありがとう。はい、というわけでいかがだったでしょうか。この3つの立ち回りを意識してやると、勝率が上がるっていうことが分かっていただけたんではないでしょうか。でこの今回のタッグバトルのランキング報酬がですね、ゲッターの攻撃力 18% アップのメダルアイテムとなっております。5000以上でシルバー、1000以上でゴールドとシルバー1枚ずつとなっております。この 18% アップのメダルアイテムはですね、かなり貴重なアイテムとなっておりますので、ぜひこの動画を参考にしてですね、ランキング上位を目指してみてください。最後の最速勝利試合もですね、できればおでんの目線でも取りたかったんですけど、僕がおでんが下手くそすぎるので代わりにリーダーにやってもらった形となります。で34秒がおそらく最速の勝利秒数じゃないかなと思うんですけど、もしですねこれ以上の数字叩き出せたよっていう方がいらっしゃいましたら、コメントいただけると嬉しいです。僕らもまた挑戦してみます。それではこの動画はこの辺で終わりにしたいと思います。少しでも参考になったよとか面白かったよっていう方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録していただけたら嬉しいです。また何か企画がありましたら動画にいたしますので、また見ていただけたら嬉しいです。
それでは失礼いたします。